前回の動画で三線や三味線などのこの三味線系の楽器にはスケールというものがあって、例えば、沖縄三線の音階でしたらこの、開放弦の0とですね、それから4と5のライン、ここを弾けばというふうに沖縄の音階が出せるんだよという話をしたと思います。で、今日はこのスケールの考え方をちょっと頭に置いておくと、なぜ沖縄三線のクンクン C に尺の音が2つあるのかということが理解できるようになると思いますので、その話をしようと思います。で、尺にはあの2つあって、低い方の尺と高い方の尺というふうに言われたりしますけれども、それは実はですね、このスケールの考え方と、それからチューニングの音の考え方に、その原因があるわけです。で、これはですね、あの沖縄のクンクン C の理論でも特にはっきり明示されているわけではないので、12音階、半音12を集めてきた中でのですね、この音の仕組み、音の成り立ち、音階の成り立ちと一緒に考えないとその答えは出てこない、ちょっと変わった話ということになります。で、私たちよく三味線系楽器、あるいは三線のチューニングを CFC でチューニングすると思います。私もこの楽器を CFC ドハードでチューニングしています。で、ドハードというふうに今言いましたけれども、それはチューナーで測った時の、ドハード、絶対音としてのドハードであって、実は、三線では必ずしもこれがいつもドハードで弾いてるわけではありません。というのは、先ほどやってみせたように、沖縄音階を出す時のこのラインの話ですね、スケールの話で言えば、ドをどこに持ってきてるかというと、この真ん中の弦、真ん中の弦の、この開放弦にドを設定している、そういう弾き方をしているんです。それちょっとやってみますね。ドレミファソラシドというふうに弾いてます。ドミファソシドドミファソシドドミファソシドシソファミドシドというふうに、ラインのスケールの考え方で言えば、0と4と5のラインを弾くときにはドはどこに来てるかというと、真ん中の弦の開放弦をドに見立てて音を出しているわけです。だからドミファソシドシソファミドで、これで沖縄音階が出るという、そういう仕組みです。ところが、先ほど私が言ったように、本当のドはこの真ん中の弦の開放弦ではないですよね。絶対音でチューニングしたドはあくまでもこの、一番太い弦の開放弦、この音がドです。ということは、これはド、こっちは本当はファでしたから、ファをドに見立てた時にドミファソシドシソファミドという沖縄音階が成り立つと、そういうことをやってるわけです。では、もう一回 本来のことに立ち戻って、ドをドとして勘案した時、この開放弦の一番太い弦の方をドというふうに見立てた時、あ、というかこれは本当にドなんですが、この時どうなるかというと、ドをですね、レミファソラ、あ、ごめんなさい、ソラシシドというふうになります。今
ドレミファソラシドで弾いてますけど、これを沖縄音階にするとどうなるかというと、ドミファソシドというふうになります。なんとなく分かってきましたでしょうか。今ずっとこの白いところばかりを押さえていたのに、初めてここでこの緑のポジションを押さえることになりました。この音ですね。この音をなぜ押さえなきゃいけないかというと、話を元に戻した通り、この開放弦をドに見立てたからです。この音をドというふうに見ると、ドミファソシドシソファミドという押さえ方をしないと沖縄音階はならない、弾けないということになるんです。だから初めてここのポジションを押さえなきゃいけない。でクンクンシーは本来はこのラインとこのラインとこのライン、まあ開放弦ありますけれども、これとこれとこれとこのラインだったのに、初めてここでこのポジションを押さえなきゃいけない、つまり別の尺が出てきたというのはこういう理由なんですね。だからこの三線という楽器で、沖縄音階を弾くときに2つのやり方がある。1つは真ん中の開放弦をドに見立てたそのシリーズ、それともう一つが本当にこの太い方の弦の開放弦をドに見立てたシリーズ、この2種類があるので、それをその音階に従って弾いていくと尺の位置が2箇所できてしまう。つまり、このポジション、壺を張っていくときにですね、どうしても1箇所ずれるものが登場するという、そういう理由ということになります。